こんちは、翔太です。今回なんですけど、次回反響ですね、こちらなんですけど、120を突破できそうな感じがしておりますので、そちらをですね、見ていこうかなというふうに思います。編成としては細分機と MR の小機微で、MR の、まあ、みんな MR か、MR の細分機、小機微、最上をメインに、してやっております。で、私ですね、全然ちょっと気づいてなかったというか知らなかったんですけど、いつの間にかめまい状態が麻痺状態っていう名前に変わってたんですね。ちょっとさっき気づきました。なんかみんな、めまいだったキャラクターがなんかみんな麻痺状態になってるなと思って、罪悪状態の一覧とか見てたらもうなくなってましたね。 めまい、まあ幻運って読んだような気がしますけど、まあ、ちょっとびっくりしちゃいました。でこちらの編成なんですけど、まあ激災を最上で付与して、箱を細分機で付与して、で細分機のスキル1で奮起と影光をばらまいていく、まあ小機微でも影光ばらまいてるような気がしますけど、でまあ最上はアタッカーとして頑張っていくっていう風な感じでやっています。まあ小機微アタッカーで最初やっていたんですけど、小機微アタッカーはですね、まあいいっちゃいいんですけど、まあちょっと厳しいというか、攻撃回数的に、やっぱりちょっと厳しいところがあるなという風に感じたので、やっぱり最上をアタッカーとしてした方が、まあ火力としては出るなという風な印象です。でステージ120なんですけど、まあこの敵がですね、復活するっていうところがあって、復活した際にですね、狂乱状態に入ってしまうので、まあ座薬が効かなくなるっていうところで、まあどっちかっていうと、まあ序盤は、まあ箱撃砕ちゃんと効くんですけど、まあ後半はもうバフメインで、まあ、生後状態、まあ、今回で言うと奮起と暴走ですね、をメインにして、まあ、火力で殴っていくっていう風な感じにしないと厳しいような感じがしております。でどうなんだろうな、いや本当は細分機がですね、7覚醒まですると隣の味方の異常状態を1つ解除できるんで、そこまでいったら小機微細分機最上の方がいいんじゃないかって思ってるところはあります。敵がですね麻痺状態にしてくるんで、これがですね結構厄介で、麻痺状態にされてしまうとなかなかですね、こちらのバフのタイミングっていうのがずらされてしまって、かなりやりにくいなっていう風な印象があって、まあ別にターン数長いんで、暴走も奮起も、まあ別にある程度は被ってるんでいいんですけど、こんな感じで今ちょっと、まあこれタイミング合えばいけるのかっていうところはあるんですけど、30ターンかかっちゃってですね、倒しきれないっていう風な感じになっております。まあこれ多分何回かやってればクリアできるんじゃないかなって思っているんですけど、まあ一応この3名の編成、でまあ、あとはどうだろうな、緑バフ入れる、緑バフのキャラクターを、あ、いけた、いけました、はい、いけましたね普通に。どんな感じでいったかちょっと見てみようかなというふうに思いますけど、小機微って行動前にあれでしたっけ、あれなんで今いけたんや、ちょっとわかんないけど、まあいいや。異常状態の解除、ちょっと、まあいいや、見ますか。まあ、ターン数ずらされないっていうのがとりあえず理想的な状態かなというふうには思うので。で、小機微のスキル2がですね、麻痺と、毒を敵に付与することができるっていうところがあって、まあ、毒付与することによって援護とかも無効化することができたりするんで、非常にいいかなというふうに思います。罪悪状態の数も小機微だけで2つ増やせるんで、まあ、ダメージとしても伸びていきやすいかなというふうに思うので、まあ、虚弱も付与できるのか、だから3つ付与できるんですね、小機微だけで。なんで非常にですね、罪悪状態の数が増えやすいっていうところで、あ、10ターンで1回目倒せたっていうところで、まあ、これでかなりうまくいってる感じですね。でまあ、ちょっと援護制御ありますけど、小機微で剥がしていくと、で最上で殴っていく、このまあじゃあじゃあ削っていく感じでなんとかいけたっていう風な感じです。覚醒としては細分機がプラス5で、小機微がプラス7で、最上もまだプラス5ですね、っていう風な状況で、今やっています。で装備としてはみんなですね、レベル33、細分機だけ25ぐらいだったかなと思うんですけど、でまあ一応全員落ちてもらったら困るんで、落ちてもらったら困るし、まあまだ全員アタッカーとして使えてるかなと思うので、全般的に
ステータスっていうのは伸ばしています。まあそのうちコキビと細分岐は火力いらないかなというふうに思うので、まあモガミを短期特化にして、まああとは、耐久面だけ上げるみたいな感じで使ってもいいと思うんですけど、まあ私レベル60までは別に上げてもいいかなって思ってる派なので、レベル60まではそんな感じでやっていこうと思ってます。あでもギリギリだな、うん、かなりギリギリですね。超奇跡の勝利じゃん。やった。はい、これで120突破できましたね。なんでまあ一応参考にしてもらいたいなというふうに思います。まあ細分岐がオール25で、小キビがオール32、モガミはオール32っていうふうな感じです。多分これ、もうちょっと進めるかな、進めそうなところまではやろうかなというふうに思いますけど、そうですよね、復活が120のタイミングであっただけなので、まあ復活がないならまだサクサク進めるようになるんじゃないかなと思います。まあサブ戦役とかもですね、まあちょっとまだ全然できてないですけど、サブ戦役はまあ一応ダッキがモガミに蓄力を付与してくれるんで、まあこんな感じでやっています。でまあ私まだこれあれうん何まだ高速戦闘とかも使ってない状態で開始1時間もかかってないですね。今12時53分なので、まあ、50分程度で、まあ、ずっとこれやってたわけではないので、まあ、40分ぐらいあれば120は突破できるんじゃないかなと皆さん思いますので、まあ、小キビですね。これはコキビが持っているからできるのであって、まあ、ちょっとコキビ持ってないアカウントでもちょっと今から頑張ってやってみようかなと思うんですけど、とりあえずコキビ持っている方はこの3名並べてもらうとですね、まあいけるんじゃないかなというふうに思うので、もしよければ参考にしていただきたいなというふうに思います。ここは敵が復活してるのか、あ単純に火力不足って感じか。まあこれで突破できると思いますので、まあもしよければ参考にしてください。これで今回の動画は以上にしようかと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。